第1回目はですね、ボート免許とボートフィッシングと免許の美味しい関係、美味しい関係ですね。はい、で続いてね、喋、っていきますんで、はい、ではまず、自己紹介の方からさせていただきたいと思います。まず真ん中の花の方から。あ、はい、私からですね。はい、はい、アメーバブログでリンカのリリブログというブログをやっております、釣りガールのリンカです。普段はね、バスフィッシングを中心に活動させていただいてるんですけれども、まあ、ここ数年結構趣味で海の釣りなんかもやらせていただいて、まあ、バスフィッシングでもね、あの東発さん の船外機にお世話になったり、ね、まあ、海ではボートを、ね、シーバス釣りなんかでお世話になったりして、はいはい、そんなご縁で本日ゲストとして来させていただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、キャプテンマッキーと申します。キャプテン時々アングラー、はい、時折カメラマン&ライター、はいはい、ちょっと長ったらしいんですけど、まあいろいろやってます。私はフリーライターカメラマン時々プロアングラーをやっております、近藤と申します。今日はちょっとね、司会進行をやりつつ、僕の方もいろいろと話していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。みんな兼業っていうね、はい、はい、兼業。じゃあちょっと座って、はい、すみません、座らせていただきます、申し訳ありません。じゃあ、ボートと免許の美味しい関係ということで、はい、じゃあまずちょっと聞いてくださってる方、ボート免許をどれぐらい持ってるか聞いてみましょう。そうですね、今日ボートショーということなんですけど、はい、ここは、今聞いていらっしゃる方、まあ、聞いてくださった方じゃなくて、通行人の方でもいいですけど、ボート免許持ってるって方どれくらいいらっしゃいますか。免許持ってるよっていう方、結構いらっしゃいますよね。あ、まあ、でもまだ持ってらっしゃらない方もいらっしゃいます、ね、そうですね、半分ちょっとぐらい持ってらっしゃらない方もいらっしゃるのかな、はい、まあでも我々ももともとはボート免許持ってなかったわけです。そうですね、みんな生まれた時は持ってないですから、ね、16年になるまで取れません。そうですね、まあでもボート免許を取ることによってね、広がる世界っていうのがあるわけで、その辺のことをちょっとお話ししたいわけですけど、はい、じゃあまず免許を取って良かったこと、じゃあ免許を取るきっかけ最初に話します。きっかけの方から、じゃあリンカさんからいきましょうか、はい、そうですね、私は、まあ、バスフィッシングね、釣る範囲が結構内水面になるんで、はいはいはい、ボートとかその免許持たずにやってる方すごい多いんですよ。で2馬力までなら使えるし、まあ、内水だったら2馬力で十分っていうところも結構あったりするんで、でもやっぱりまあ、バスのメッカである琵琶湖であったりだとか、大きいね湖やダムに行くとちょっと2馬力では攻めきるのがしんどいかなっていうところも、まあ、元々あったりして不便さは感じてたんですけど、バスボートの運転とかもやっぱり免許がいりますし、12フィート以上のレンタルボートにも免許がいるしっていうことになって、まあ、不便さを感じてきたところに、結構イベントでお客さんをその乗せたり案内するっていうイベントがあったんです。私がガイド役でっていうことで、でその時にもう免許とガイド免許も取ってしまってっていう感じで、はい、取った感じですね。それいつぐらいですか。結構もう前かな、ね、数年前ですね。でやっぱり免許を取ってバス釣りボートに乗ってバス釣りの方もやっぱ世界は広がった感じ。そうですね、やっぱり、まあ、2馬力だとね、攻めきれる範囲が少ないって言ったんですけど、はいはいはい、大きい馬力のね船外機つけることでどんどん遠くまで行けるようになりますし、何よりやっぱりブラックバスってバスボートを運転するっていうこのロマンみたいな ねところが、そこがかっこいい。そうなんですよ、それがかっこいいみたいなところがあって、まあ、海でもねやっぱりそのボートを運転してるみたいな、そのね浸れる感じあるじゃないですか。まあ釣りしてる感。釣りの場合ボートを操船してる、要はポイント移動してる時間って結局無駄な時間になっちゃうじゃないですか。乗る側だけどね、ただ乗る側だと、まあ、2馬力手軽だしとことこ走るのは走るのでいいんだけど、はい、やっぱねスピーディースポーンとこうね、そうポイント移動したいって時はやっぱ免許を取って大きい馬力のボートに乗る、ね、はい、しかもなんか走ってるとすごい気持ちいいですもんね、夏とか特に、はいはいはい、スポーツとかですね、オープンなボートね、そうなんですよ、やっぱり時速100キロで走る爽快感ね、そうそうそう、水の上滑っていく感じが、はいはいはい、飛んでるよね、あれはむしろ飛んでます、飛んでます、はいはい、まあでもマッキーはあれだよね、淡水から海まででおかっぱりの釣りもするわけだけど、はい、そこの中でそのボート免許を取ってボートに乗って、まあ、よくマッキーのフェイスブックなんか見るとしょっちゅうボートで釣りしてるのが上がってるんですけど、ね、今はねキャプテンマッキーですよね。そうそうそう、キャプテンマッキーで、やっぱマッキーもボートに乗って釣りをすることによってそのおかっぱりよりも広がった世界っていうのはあるわけだよね。それは確かにめちゃくちゃ広がる、うん、まあ取ってよかったことは釣りの、まあ、もちろんシーバスっていうところでも釣りの幅は広がりましたけど、
他の魚種ですよね、青物だとか、うん、オフショア系魚、あ、オフショア系はね、特にそのガイド艇じゃないなら、そう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 、行くのがもう難しいですもんね。遊漁船乗ればもちろんできるけど、はい、遊漁船に乗らないくてもできるっていうか、乗らないとそれはそれですごく楽しい部分がいっぱいあって、そういうところがやっぱり釣りの幅広がるところかなって思いますね。なるほどね。近藤さんは？僕はね、もうすごい見本的な感じで撮ったんですけど、まずね、僕はあの手漕ぎボート、こっち関東ってあのレンタル手漕ぎボートでの海釣りが結構盛んなんですよね、三浦半島とかで。でずっと結構学生時代釣り楽しんでたんですよ。でそのうちあのレンタル手漕ぎボートってどうしてもあの漕ぐのが大変なんで、カヤックで釣り始めたんです。カヤックも大変な気がする。いやいや、カヤック全然楽よ、カヤックの方が。でもそうですね、手漕ぎボートの方がこの辺で結構きついですよね。カヤックの方が全然早いんで。でそのうち2馬力ボートのね、2馬力をその3メーター未満のボートにつけることによって、ボート免許なくても操船できるっていう制度ができたの。そう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 。でそれに乗じて俺も2馬力でゴンボートっていうのを始めたのね。ただどうしてもやっぱりそこで行ける範囲も限られるし、ね、荒れちゃった時にやっぱりねちょっと怖いっていう時があった。怖いですね、海は特に、ね、荒れた時すごい荒れますもんね。であとやればやるほどちょっと海上法規とかね、法律、海上交通の法律とか、そういったのがねどうなってんのかなっていうのが分かんなくてまあこれはいい機会だからちょっと免許取っちゃおうかなみたいな興味がどんどん広がってた。そうで、まあ、大きいボートにも乗りたいしってことで、まあそれで免許を取ったような感じなんですよね。で免許を取って、うん、その2馬力からさらにステップアップするわけですか、はい、それはどんな風にレンタルとしてたんですか。レンタルも乗ったし、自分で中古でボートを買ったりとか、まあ、あと今までつけてたボートに2馬力ではなくて、あ、なるほど、東発さんの8馬力つけちゃったりとか。ありがとうございます、まあ、そんな感じですよね。はい、まあ、でも本当に8馬力になって、はい、2馬力つけてたボート全く同じボートで2馬力から8馬力にしたんだけど、別物になる。でなります。私ももともと2馬力つけてて、ね、その後6馬力つけたらめっちゃ速いとか思って、ね、世界が変わるよね。同じボートもね、変わります。全然違う。それだけでもやっぱ免許取ってよかったなみたいな感じね結局2馬力だとちゃんとプレーニング多分しきれないですね。ボートに乗ってないけど、まあ、2馬力は基本しないです。そうするとやっぱり水の抵抗ってものすごい大きいので、いかにその水と接してる面積が減るかっていうのがスピードとか燃費とかに関係してきてて、で当然大きい馬力つければそれだけ水から浮くの で、もちろん速くなるし、馬力の分もアップするし。そうですね、なんか2馬力だとすごい強いエレキ何台かつけた時と同じぐらいの感じなんですけど、6馬力だったら走ってるって感じになりますねエンジンつけた回あるっていうぐらいに。特にトーナメントとかやるとポイントの移動の時間ってすごく無駄な時間じゃないですか。そうですね、移動時間はできるだけ短くしないとやっぱり釣り時間が ね、はい、取れないんで、その辺でやっぱり免許があった方が釣りの幅がそういう意味でも広がる。そうですね。というか私思ったんですけど、キーワード決めとかなくて大丈夫ですか。ごめんね。そうだね、キーワード言わなかったね。そう、最初キーワードって言って何も決めてないな。じゃんけん大会のキーワード言わなきゃいけない。じゃあマッキー間ですけど言っときますか。あれちょっと待って、僕が決める。はい、もちろん。何でしょう。じゃあ、はい、ボートフィッシング免許の美味しい関係、免許は取った方が良い。じゃあ免許は取った方が良いがキーワード。はい。じゃあすいませんね、後追いになっちゃってね、もうすいませんね。キーワードっていうか、今日初回のトークショーなんてね、もうドタバタですいません。はい。いやいや、はい、じゃあとりあえず3人の、ね、免許を取ったいきさつを話したわけですけれども、はいまあ、じゃあ今後その免許を持ってない方に、はいまあ、取った方がいいんじゃないか、まあ、今あれ取った、ね、経緯から、まあ、大体話は抜粋はできるとは思うんだけど、はい、リンカさん的に免許持ってない人に、はい、免許取った方がいいよみたいな、なんかアドバイスありますか。こういうことが良くなるよみたいな。そうですね、まあね、皆さん言われたようにやっぱりおかっぱりとは全然攻めれる範囲が変わってきますし、新しい釣りができるんじゃないかなと思うんですよね。特に内水面になるとおかっぱりから攻めれるところってやっぱり浅いところが多かったり、ストラクチャーをね狙っていく釣りが多くなったりするんですけど、ボートを取って沖に出ることでそれこそディープの釣りっていうのができるっていうのが大きな違いになると思うんですよね。はい、
それこそダム系だったらあの、まあ、そこ15メーターとか20メーターを攻めるっていう釣りもできますし、そういうまた自分の中にはなかった釣りの攻め方ができるのが長所かなと思いますね。特にブラックバスはその一魚種に対してすごいルアーの種類が多くって、その釣る過程を楽しむっていう釣りになってくるので、そういういろんな攻め方ができるっていうのは楽しみがすごい広がるんじゃないかなと思います。あと私はまだ詳しくはないんですけど、はい、そこまでまあボート釣りもまだ極めてないので、はいはい、魚探を見ながら釣りするっていうのがやっぱりそのプロっぽくってかっこいいなって思うんですよね。ちょっとマッキーも僕も今共感しちゃったけど魚探楽しいよね。楽しいですね。魚探は楽しい。まだね私見慣れてないんでね、あのそこまでね、あのやりきってないんですけど、免許なくても魚探見れるんだけど、まあ、見れるけど も、まあ、でもあんまり沖まで出れないじゃないですか、まあまあまあ、出てってね、あの魚探でね、魚探にだけ映るその魚礁を攻めるとか、そういうのってすごい面白くないですか。ちょっとトークの内容変えちゃいたいぐらい魚探の話今飛びついちゃったね。魚探楽しいよね。コンデックさんもロバーさんもあるし、やっぱね、免許取って、まあ、このクラスのボートに乗って、ね、あの魚探で見ながらあの沖で釣りするっていうのはやっぱ本当楽しいですよね。うん、あれかっこいいですよね。うん、船長さんとかもいつも魚探見ながら、そうそうそう、今入ってきたよとか言いながら釣り、これマダイだからとか言われるびっくりですよね。そこのレベルはどうやってわかんの？難しいけど、なんかやっぱりそうですね。魚探の反応を見てるだけでも楽しいです。これカタクチイワシじゃないからとか言われちゃいますからね。違うのどうやってわかんの？そうそうそう。それはやっぱね、免許取ってボート乗って魚探っていうのは この三つどもあの三つどもはいいよね。世界が全然違いますよね。目で見える範囲だけをやってたのが、うん、目に見えないところを攻めるっていう。そうそう、確かにそうだね。おかっぱり、まあ、魚探使えないことはないけど、おかっぱりは魚探はそんなないからね。そうですね、電源に困りますからね。そうですね、取れないですね。いくら乾電池のやつがあっても、ちょっとなかなか振動してはどこに下ろそうか、足元しか見れない。やっぱりボートに必要な、やっぱり魚探っていうのは絶対必要なものなんですよ。その話ちょっと違うところしようと思ってますよね。あ、そうなんですか。まあ、先に来ちゃった。あ、じゃあ次回でもっと詳しく語っていただくっていう形で。じゃあ先生、ただその免許を取っていいところっていうので、やっぱりその魚探の見方っていうの一つあって、はい、遊漁船とかガイド船に乗ると魚のいるところに連れてくってくれるわけじゃないですか。そうですね、あのガイドさんが連れてってここで釣りして、釣らせてくれないわけですよ、マイボートとか。そうですね、レンタルで自分しかいないから、しかいないし、まあ、友達がいるにしても、はい、どうするって話になる。そうですね、そこですごくどうするの心の支えになるのか、魚探で。ああ確かに確かに、頼れるのがそれしかない。そうそうそう、海とかだともう何にもないし、あ、なんか映ってるよ、とりあえずやってみようかとか、そのすごく目安になるか。まあ、今マッキーからちょっと話でだけど、その遊漁船とかガイド船に乗って釣りするっていうのもまあ一つ楽しいところがあるし、船長からいろいろと教えてもらえるから勉強になることもあるんだけど、そこから発展するって上で、じゃあ今度はあの自分でボートに乗って自分が船長になって、さらに釣り人となって釣りをしたいってことで免許を取るっていう風な話にもなってくると思うんだけど、だそこのところで、まあ、今遊漁船とかガイド船乗ってる人たちが免許を取った上でマイボートで釣りをすると、こんな世界が広がるよみたいなのはマッキー的には何かありますか。やっぱり私その免許取ってあんまりガイド船とかも乗らない人なんで、はいはいはい、あ、もともと乗らないんですか。乗らない人。ああ、なるほど。まあお金かかるんですか。そうですね、それは結構でもネックとしてあると思います。で当然それはマイボートを買うとなったらお金はもちろん必要なんだけど、まずガイド船とその自分でボートを出すっていう順序が先に入れ替わってて、マイボートで釣りに行くが先だったんで、あ、まあ連れてってもらったりとか、いろいろなことがあったんですけど、そうするとまあ最初は何にも分かんないし、それこそ魚探の見方も分からないんだけど、いろいろやってるとなんとなくこう、あ、こういうことかなって。それはおかっぱりでもそうだと思うんだけど、釣りに対しての造形が深くなってくるじゃないですか。そうするとあの本当にそれだけでおかっぱりにフィードバックできることとかがあったりして、なるほど、あ、こんな時はこんなルアーがいいんだとか、例えばあのこういう場所についてるんだとか、そういうのでもすごく参考になることがたくさんあるし、はい、
っぱり世界が広がるっていうのと、自分でボートを出すと結局人を乗せるっていうことが、まあ、仕事上僕なんかの場合いっぱいあるんですけど、人を乗せると結局釣ってもらわないと仕事が成立しないわけですよ、はい、魚の写真が撮れなかったら再取材か延期になっちゃうじゃないですか、はい、その号に載せるために取材をしているのに、はい、それが流れてしまうといろいろなこうことが問題が起きるんで、それはやっぱり取材は1回で決めなきゃいけない、はい、そうすると自分が釣りをきちんと分かってなきゃいけないし、それとあと相手の人がどんな釣りをするのかっていうのもある程度知ってなきゃいけないし、はい、その人に合わせて例えばボートの流し方とかっていうのをしていく必要があるんですけど、その自分で操船しながら自分で釣りをするっていうところって結構すごく難しくって、そうですね、でただ釣りするだけでも大変なのか、はい、ボート運転するだけでも大変なのか、はい、自分で釣りをしながらボートも操船して仲間に釣らせるみたいな、そうですね、はい、波とかあったら立ててなきゃいけないから、波来るよとか ね、うん、言ってあげたりとか魚体今何メーターで水深が反応このぐらいだよとか、はい、もちろんその遊漁船の人が言うようなことも当然やるし、そうだね、でそうすると最初結構やっぱりしんどかったんですけど、慣れてくるとそれが逆に楽しいなと思ってて、あそれはあるね、あ人が釣ってくれると自分が全然一緒に竿出して釣れてなくても、はい、おやっぱりいたでしょみたいなちょっとその船長さんの気持ちがね、そう船長目を本当に船長になるよね、ボート免許を 取らないとそれって味わえないと思うので、やっぱりレンタルボートでも免許持ってる人は操船するので、ね、その辺がやっぱり自分が免許を取っていくっていうことがすごくいいことだなと思いますね、はい、ね、まあ、いずれにしてもまあじゃあ免許を取って、はい、みんなさんマイボートなりレンタルボートなり、まあ、まあ自分で操船して海で、ね、湖で釣りを楽しんでほしいなと、すごく楽しい、はい、世界が広がるなっていう、はい、ね、でこの後あれですよね、午後2時からはその、次の段階の話ですよね、そうですね、釣りの方で、でなると、タイトル何でしたっけ、ボート×ルアーイコールイコールビッグフィッシュ、10年ハテナ、そうですよね、ニアリーイコール、はい、なるほど、ボートに乗るとビッグフィッシュ釣れるのか釣れないのか、その辺の話をどうなんだ実際していこうかなと、ボートに乗ってからの話を、そうですね、はい、でその前に、我々で、メインステージの方ですねが、1時10分から1時10分です、ね、はい、深さ10分間、それは何話でしたっけ、それはボートシーバースタクティクス&ルアーマガジンソルト撮影裏話っていう、そうですね、まあ、取材ってどういうことしてんのっていうのとか、はい、なるほど、実際にシーバスに、ボートシーバスに限ってキャプテンをするとか、まあ、レンタルボートでもいいですしガイド船乗るんでもいいけども、そうなんか参考になるような話ができればなと思って、なるほど、じゃあ、メインステージが1時10分で、こちらでもう1回やるのが2時ということなんで、まあ、よろしければ全然違う話しますので、はい、聞きに来ていただければ、何回聞いていただいても面白い話になると思いますので、3回全部聞いてくれる人がもしいたらなんか特別にプレゼントしよう、なんか、じゃあキーワード3つ言って夕方ここに来てマッキーに言えばなんかもらえると、あ、それいいかもしれないですね。そうなんですね。そのスタンプラリーいいかもしれない。ついでに言うと、じゃあ明日も3回ありますんで、6回聞いたら、全部、それはもうこのボートあげちゃいます。そうですね。それぐらいしないと。みんな聞きに来てほしい。必死に。でもここのもうまず最初ここにいないと無理なんですよね。はい、その6回って、そうですね。だから最初ここにいていただけたら、まあそれぐらいハードルが高いってこと。ここにいるとみんな来るんじゃないかな、はい、このボートも。来ていただければ。はい、わかりました。はい、じゃあそろそろ時間なんで、じゃあ最初に。まあ何回来たら何回ももらえるということで。何回もらえます。はい、必ず何回もらえます。はい。じゃあちょっとじゃんけん大会の、はい、はい、ということで、はい、今回のセミナーのじゃんけん大会を。